皆さんこんにちは。中日ドラゴンズの元プロ野球選手で、引退後はタレントとして活動した坂東英二さん。レギュラー番組全交番から3年、個人事務所を親族が閉鎖していたことが分かり、事実上の芸能活動引退が言われています。そこで今回は今回の事務所閉鎖についてご紹介していくとともに、番組交番の理由や借金について、病気についてご紹介していきます。 OB で元中日ドラゴンズの投手として活躍した坂東英二さん。坂東さんが出場した1958年の甲子園での大会通算83奪三振の記録は現在も破られていない偉業です。現役生活11年間でプロ通算77勝を挙げ、1969年に引退した坂東さんは、歯に衣着せぬ発言が人気となり、解説者の傍らタレント活動をスタートさせました。1985年に放送されたドラマ「毎度お騒がせします」では俳優として中山美穂さんの父親役を演じました。またタレントとしても「マジカル頭脳パワー」や「世界不思議発見」にレギュラー出演するなど、元プロ野球選手とは思えぬ活躍をしていました。しかし2012年に坂東さんの個人事務所オフィスメイワークが名古屋国税局の税務調査で7年間で約7500万円の申告漏れが発覚しました。当時の記者会見では、カツラが経費として落ちると思っていたなどと釈明し、申告漏れの一部を植毛に当てていたことも説明しています。ご本人は修正申告を行い、追徴税の支払いを済ませましたが、この脱税騒動の余波は大きく、レギュラー出演していた番組を降板しました。この坂東英二さんのお金への執着は、この脱税に始まったことではなく、球団に入団直後、まだ19歳だった坂東さんは、契約金の一部を使って、芦屋の老夫婦が経営していた牛乳販売店を270万円で買収し、ジュークボックスの販売を始めるなど、副業に精を出していたそうです。また26歳の時に大阪にレジャービルを購入し、ビル内でサウナやナイトクラブ、麻雀店、割烹店などの経営を次々と始めています。しかしこれらはことごとく失敗し、チームの後輩たちに借金することもザラでした。それでも彼は、何か儲かる話ないかと常に金になる話を探していたとプロ野球関係者は語っています。その後、坂東さんはタレントとしてテレビの司会やラジオのパーソナリティなどで活躍し、いくらお茶の間の人気者になろうとも、相変わらず儲け話を求め続けたとのことです。最も力を入れていたのは株投資で、1990年代に入るとバブルが崩壊して株価は暴落。坂東さんが持っていた株は紙切れ同然になり、借金は一時17億円にまで膨らんだと報じられました。そんなこんなで、脱税の件で約1年間の休業を余儀なくされた坂東さん。復帰後は関西、中部圏でラジオ番組を中心に活動し、近年はバラエティ番組でその姿を少し見かける程度でした。2020年3月には2年間続けた坂東サンデーが終了。そして同年9月、約11年間続いた坂東英二のおばあちゃんと話そうは体調を理由に終了しました。そして2020年7月22日に自宅近くで転倒し、頭部を強打したと報道されました。当時80歳と高齢だったため、大事を取って検査入院されたそうです。この頭部を強打した事件の後、坂東英二さんはメディアに姿を現していません。当時80歳とご高齢なため、認知症になったのではないか、何かしらの病気になったと噂されていました。しかし事務所の関係者は、坂東英二さんの認知症や病気の噂を否定しています。しかし2019年頃から坂東英二さんには、認知症の初期症状のような特徴が見られています。坂東英二さんがプロ野球の解説で呼ばれた時、プレーしている選手の名前を一切呼ばなかったそう。有吉反省会の企画でも、野球選手の顔を見せても名前がわからないことが判明しています。野球に詳しくない人でも知っている大谷翔平さんの名前すらわかりませんでした。
そのため視聴者から坂東英二さんは認知症なんじゃないのかと言われるようになります。入院後どうやら体調が芳しくなく外部との接触を断っていると報道されました。またメディアに出なくなったのは芸能界から干されたからではないかと言われています。坂東英二さんは水曜のダウンタウンに出演、子供からもらった松ぼっくりを家まで持ち帰らざるを得ない説の検証ロケを実施しました。仕掛け人の親子が登場し、坂東英二さんは子供から受け取った松ぼっくりをどうするかが試されました。はじめに親子が駆け寄ったところ、坂東さんは母親と握手をして子供を抱き寄せました。親子はお礼にと子供の宝物である松ぼっくりを坂東さんにプレゼント。しかし坂東さんはロケバスに戻るとすぐに捨ててしまいます。その後も再び親子から写真や握手を求められるも拒否して立ち去ってしまっています。この段階でスタッフが坂東さんにロケが偽物だと暴露。何の番組か分かりますかと尋ねられると、坂東さんは知りません、ギャラくれたらそれで十分と言い切ります。さらになぜ松ぼっくりを捨てたのかと問われると、宝物は土に返すことが大事と持論を述べました。さらにロケがドッキリだったことから、坂東さんは作り物は映画やドラマでもう十分とも憤慨し、僕が差別用語や余計なこと言ったら絶対カットするじゃないですかと熱弁し、スタッフを困らせた挙句、最後には僕がこれから言うことを絶対使いますかとスタッフに対し目を見開き、使わなかったら2億円くださいと署名まで要求されました。一連の様子をスタジオで見ていた松本人志さんは、あいつやべえなと驚いていました。同番組でロケに素人が乱入するというドッキリ企画に出演した際にも、坂東英二さんは本気で怒ってしまい放送をカットすることになっています。スタジオで見ていた出演者からは、これ流していいの？と驚きの声が上がっていました。そうした経緯からメディアから干されたのではないかと言われています。2023年の坂東英二さんの状況は詳しく分かっていませんでした。しかし現在坂東英二さんの公式ホームページは残されていますが、明記されている個人事務所 E の登記は2021年12月27日付で閉鎖されています。2013年に設立された同事務所は坂東さん本人が代表取締役を務めていました。レギュラー番組全降板から3年、表舞台から姿を消し、個人事務所の閉鎖は何を意味するのでしょうか。芸能プロ関係者は表に立つのを控えているという話も聞きます。事実上の芸能界引退なのではないでしょうかと語っています。ニュースポスト7は坂東さんの容態、今後の芸能活動について、個人事務所 E の清算人を務めた親族のもとを複数回尋ねても応答はないと情報を出しています。そんな坂東英二さんですが、現在はどこにいるのでしょうか。坂東英二さんの自宅は大阪にありましたが、転倒して入院したことがきっかけとなり2020年の10月に引っ越し、東京で娘さんと同居していると言われています。坂東英二さんは東京や名古屋にも自宅、不動産をお持ちでしたが、それぞれ処分されたようです。このことから今も東京で娘さんと同居している可能性が高いでしょう。80歳を超えているので無理せず娘さんと元気に過ごされてるといいですね。いかがでしたか。今回は事務所閉鎖や番組降板の理由や借金について、病気についてご紹介してきました。世間をお騒がせしてきた坂東英二さん、今年12年ぶり24回目の甲子園出場を果たした。母校の徳島商業高校、甲子園に出場する母校にどんな思いでいるのでしょうか。今後の坂東英二さんの動向に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。